バウアーがここからオールスターに出場する方法。どうする?プラスワン。はい。村上が選ばれた理由の方が知りたいわ。指導1位らしいやん。監督推薦や。プラスワンまで残ったらまた投票呼びかけられるやろ。監督推薦までに選ばれると思うが。ホームラン競争のバッティングピッチャーやってもらえ。選手間で普通にいけそうやけどな。GoPro 撮影映像が見たいから出ろ。どうせ推薦で選ぶやろ。選ばれるような成績か?こんな人気のある YouTuber が野球のオールスターに選ばれんなんておかしいからな。普通にいけるやろ、投票数自体は2位やし。エースって2日間開催なんだから、先発部門1位と2位出したらダメなの。それな、枠が1しかないの意味不明だわ。オールスターに選ばれる成績でもないやろ読んだら黒歴史や。オールスターに選ばれる成績やないのが大量に選ばれとるやん。2戦目の先発でええんちゃう。DE から選ぶんなら東か今永になるんやないのか監督推薦。今永東バウアー牧宮崎。言うほどこのメンツでバウアー選ばれるか?盛り上がるじゃん。推薦もバウアーないやろ。来年は確定や。